15日より毎週月曜から水曜深夜1時。ファミリー劇場。500億個の乳酸菌がお腹の調子を整える。世田谷自然食品の乳酸菌が入った青汁プレミアム。もう青汁は野菜の栄養を補えるだけじゃないんです。どういうことですか？この青汁に含まれる乳酸菌がお腹の調子を整え、お通じを改善する機能があることが報告されているんです。お通じを改善？はい、配合された乳酸菌500億個がお腹の調子を整え、お通じを改善してくれるんです。もちろんビタミン、ミネラル、食物繊維、不足しがちな野菜の栄養も補えます。乳酸菌がお腹の調子を整えて野菜の栄養も取れる青汁、嬉しいですね。世田谷自然食品の青汁の決定版、ぜひお試しください。乳酸菌が入った青汁プレミアム、初めての方限定、1箱15本入りがなんと1000円。しかも便利なシェーカーもプレゼント、さらに送料も無料。お問い合わせは0120-775544、 0120-775544、 初回限定シェーカープレゼント、さあお電話を。 SRO は FBI の手法を取り入れた今までにない捜査をするエリート集団だっておっしゃいましたよね。どこがですか？キボシカミキリの成虫です。捜査中の白骨死体を奪い取るなんて絶対に。一緒に捜査なんてできるか。
桑田洋介、ハゲ頭の巨漢、吊るしのスーツに悪趣味なネクタイ、いかにも丸棒の叩き上げ刑事って感じね。パリア太一、ダメージドジーンズにクロムハーツのリングにピアス、イケメンだけど今時のチャラ男。木戸沙織、地味顔を化粧で3割増しにしてる、あの胸 F カップはあるわね。巨乳の女は頭が悪いって本当かも。富田直次郎、顔も体も貧相ね。仕事にも人生にも疲れ切った中年男、まるで正気がない。足を下ろしなさい。ここは職場よ、最低限の礼儀をわきまえなさい。警察庁からの職交渉日で肩に力が入るのもわかるが、上司風吹かせんなよ、別品さんよ。普段なら女に手出しはしねえが、俺に売られた喧嘩は顔主義なんでね。いいのか、俺は柔道四段、剣道五段だぞ。私は空手三段、剣道無少主。やめて、殺さないで。一寸の虫にも五分の魂っていうだろう。僕だって君たちと同じように一生懸命生きてるんだ。僕だって、あの星神切りの成虫です。ああ、無事でよかったな。もしかしてあなた、何ですかこれ。ワグナーです。マイスタージンガーの第1幕の上奏曲です。一日の始まりはこれに限る。さあ、ジャンルを始めましょう。本日より専任特別調査室が始動します。私が室長の山根慎九郎です。業務連絡はありません。以上。あの室長、全員自己紹介してはどうでしょう。 SRO の士気を高めるために。 SRO、 ここは英訳するとスペシャルリサーチオフィス for extensive investigations という感じでしょうから、その略称で SRO と呼んだまでです。皆さん、これからうちの部署はSRO と呼ぶことにしましょう。以上。室長、俺たちは何をすればいいですか。今のところ仕事はないので、朝礼の後はご自由に、会長時間になったら適当に帰ってください。とびありがたい。室長、室長、あの、私情報通信局にいました。何かお手伝いします。結構です。まさかにアクセスできるのは私だけですから。マザーへのアクセス許可をお持ちなんですか。はい。マザーって何ですか。警察庁にあるスーパーコンピューターよ。日本中の警察に関わる情報が一元的に集中管理されていて、存在そのものがトップシークレット。すごい。柴田君、もしよろしければこれを。面白いですよ。結構です。お呼び立てして申し訳ありません。こんなところで密会だなんて、まるで不倫だな。警察庁刑事局の理事官として安易なセクハラ発言は命取りになりますよ。それに私、不倫には全く興味ございませんので。冗談が通じない人だね、君は。で、話して。 SRO は FBI の手法を取り入れた今までにない捜査をするエリート集団だっておっしゃいましたよね。ああ。どこがですか。
キャリアの二人は血の気の多いゴリラと今時のチャラ男ですよ。尾形陽介と針谷大地か。尾形は去年まで第二方面本部の次長だった。だが古参の三橋という次長を殴って三橋は顎を骨折した。暴力事件を起こしてなぜ処分されなかったんですか。三橋は私的に裏金を流用していたんだ。なるほど。マスコミがブラックノートの存在を探っている状況で公にするわけにはいかなかったっていうことですね。ブラックノート、警察の裏金の実態を記した極秘資料か。そんなものは存在しない。尾形は処分されない代わりに警視庁刑事部への異動が取り消されて SRO へ配属された。ハリアは柴原君、君は訓練以外で銃撃ったことあるか。ありませんよ。威嚇発砲しただけでも経歴に汚点が残るのに、私がそんなことすると思いますか。それはそうだ。もちろん私もない。我々警察官の 99% はないって答えるだろうな。話の意図が全く見えないですけど。ハリアは2年前通り魔事件の犯人を射殺した。威嚇発砲なしみたい。それで交通部へ回された。ダーティーハリ、それがハリア。やっぱり SRO は厄介者の集まりじゃないですか。 SRO は山根が総理に直談判したことで設立された。総理、なんでそこで総理が出てくるんですか。米国のハドソン司法長官が来日した際、総理主催のパーティーが開かれた。そこに招待されたのは、警察からは3人、警視総監、警察庁長官、それに山根理事長、千代田君。あいつは警視庁から派遣され、 FBI アカデミーでプロファイリングを習得した。実際にオブザーバーとして FBI の行動分析課で捜査にも加わっていた。一つ言っておく、警察庁も警視庁も SRO の存続を全く望んでいない。え？ SRO の売りは都道府県の管轄を超えた広域捜査だ。広域捜査で縄張りを荒らされたら組織の屋台骨が崩れ、せっかく調和が取れている警察庁、警視庁、各県警の関係が危ういものになりかねない。だから早い時期に SRO が閉鎖されればみんなが喜ぶ。なぜそんなお先ばっかりの部署に出向を進めたんですか。君の出世のためだ。出世？ SRO への移動条件に君を警視正に昇進させた。君の職務は一つ、今後の山根の動向、すなわち SRO の動向を私に知らせること。これ渡しとく。失礼します。盗聴器。何か問題があるか。ありません。
私が聞いてるのは重要な事件なんですかっていうことです。話しかけないでください。今集中しているので。行動科学的に分析をし犯人の特徴を推論する。
そんなことは FBI 帰りじゃなくても知っています。あ、私の経歴までよくご存知ですね。お待たせしました。失礼します。わー、お姉さん美人。お姉さま、呼んでもいいですか？いい年したおばさんが何しに来たのかしら。それではごゆっくり心理ゲームをお楽しみください。事件の間にあるのかもしれない。掛け金からです。あと2時間で復顔まで来そうです。
ドクターって呼ばれてるシリアルキラーを捜査中で。ってことはそいつがここに書かれている女たちを殺した連続殺人犯だってことか。バカかお前ら。おはようございます。ちょっと何してんのよ。ドクターなんているわけねえだろ。調べてみなくてわからないでしょ。現場を知らないキャリアはこれだから。 SRO のことを他の部署のやつらが何て言ってるか知ってるか。 SRO はどこからも必要とされず誰からも期待されないクズどもの寄せ集めってな。ここはそのゴミ集積所ってわけだ。何しやがるんだ。勝負しましょう。勝負？あなたが勝ったら好きにすればいい。でも私が勝ったら私を上司と認めて指示に従ってもらう。は？一本勝負。どうして
して女性たちはドクターの車に乗ったんでしょうか。ん？いや、車の中って一種の密室ですよね。知らない男性と二人きりで女性たちは怖いと思わなかったんでしょうか。君は今、僕と車の中で二人きりです。怖いですか？いや、室長と私は上司と部下です。お互いの素性も分かってますし、考え方や性格もある程度。私の何を分かってるというんだ。私の性格や考え方の何を分かってるというんだ。大人気の薬用育毛剤ニューモ、本当かな？
際半額です。半額の2750円、半額です。ぜひこの機会にお買い求めください。お問い合わせは0120-383825 です。お電話お待ちしております。
同じ状況になったらお前はまた犯人を撃つのか。ちょっと休憩してくるわ。
今以上に強くなるかもしれません。今皆さんが手掛けている事件は本当に重要なものだと思います。ですから私のことは目障りでしょうが、少しの間我慢してもらえませんか。富田さん、あなたが頭を下げる必要はありません。こんなことは本当に時間の無駄です。出て行きたければ出て行けばいい。だがこうしている間にもドクターは誰かを拉致し殺そうとしてるかもしれないんですよ。シリアルキラーは捕まらない限り決して人殺しをやめません。誰かが、いや我々が捕まえなければならないんです。大丈夫、少しの間安心しておけば。
私は小学校の先生になりたかったんだよな。じゃあ俺たちパサ行くぞ。それで野球部かサッカー部の顧問になって、あんな風に子供たちとお揃いのユニフォーム着て。尾形さんが顧問じゃ子供たちがかわいそうですよ。なんで？子供たちが殴られそうで。お前ら、ほら、あの夫婦は見るからに優しそうだし、いかにも子供好きって感じじゃないですか。ああいった人たちだからこそ子供たちも素直についていくんですよ。あ、今日の宿泊場所はあそこです。はい、ありがとう。メッセージをどうぞ。もしもし、木田です。また電話します。出ました。え、4時半には出ましたけど、まだ着いてませんか？6時17分にハリアに電話した履歴があって、折り返したんですが出ないんですよ。御殿場第3エリアで中継されてます。となるとこっちについて電話した可能性が高いですね。また電話します。駅前に行ってみましょう。みたいです。そちらの状況は何か手がかりは？こっちにいるのは
サッカーチームの子供たちと監督、コーチだけだ。不審車両も見当たらないし、木戸さんを乗せたというタクシーもない。そうですか。被害者が躊躇せずに知らない人の車に乗ってしまうのはなぜかぜかぜか。それが分かればドクターにつながる糸口がつかめそうな気がします。それこそが今回の事件を解決する最大のキーポイントです。それだ室長、それです。え、それって子供です。あの子供が一緒にいたら、あのまして大勢一緒にいたら、私でも警戒しないで車に乗ります。これ教会の子供の忘れ物みたいなんですけど。忘れ物って今日帰ったチームがいるんですか。ええ、夜の6時前後に東京のサッカーチームが帰りました。羽木トリトンズっていう。羽木トリトンズ。
人気サスペンスシリーズもお届け。内藤剛、小泉孝太郎主演の新作、一挙放送。ファミリー劇場9月のおすすめ、関節井朝顔シリーズスペシャル一挙放送。新米法医学者とベテラン刑事、異色の親子が織りなすヒューマンドラマ、関節井朝顔、テレビシリーズとスペシャルドラマを一挙放送。このミステリーが CS 初、内藤剛、小泉孝太郎主演の新作一挙放送。秋のグルメバトル特集、市原隼人主演の給食スペクタクルコメディ、劇場版おいしい給食卒業を CS 初放送。合わせてテレビシリーズ劇場版も放送。さらに背徳の夜食ほかグルメドラマを特集放送。詳しくはファミ劇で検索。朝起きた時にすっきりしないなど、実に日本人のおよそ8割が睡眠の悩みを抱えている。そこで睡眠先進国ドイツで研究開発されたエマスリープ、日本と世界で数々の賞を受賞、400万人以上が快適な睡眠を体験。そのエマスリープからエママットレスハイブリッドが登場。独自で開発したポケットコイルと高弾性のウレタンを融合したハイブリッド仕様で、腰、肩、背中への圧力を分散、最適なフィット感を実現、快適な寝心地をサポートします。しかもお手入れも簡単、100日間お試し、送料無料、返品無料、そして今なら期間限定 50% オフ。ぜひこの機会に。さらに最適な体温調節が可能なエママットレスプレミアムも。お申し込みは今すぐエマスリープで検索。近藤さんは中にいるな。どうするんですか。犯罪の現場を目撃したら令状を取る暇はない。その場で逮捕する義務と権限が警察官に与えられていると副室長が言っていた。聞いたか今の音。聞きました。不審者が家の中に侵入した。このままでは近藤夫妻が危険だ。警察官としては夫妻を救い、侵入者を緊急対応しなければならない。なるほど。一応インターホンしておけ。夫妻の同意を得た証拠になる。
同じ状況になったらお前はまた犯人を撃つのか。可愛がってやるよ。
です私。夫のことが逆らえば殺されると思って今まであんなこと。夫に強要されて殺人をしていたっていうことですか。私は誰一人殺していません。私の役目は若い女性を安心させて車に乗せ睡眠剤の入った飲み物を与えることでした。あとは家に運び込むのを手伝ったり遺体を埋めるとき誰も来ないように監視していたり。今回も木戸さんに睡眠剤の入った飲み物を。驚きました。まさかの子が警視庁の人間だったなんて。それで自分がドクターだと気づかれた夫が突然表現して彼女たちのこと知っていますよね。なぜあなた方は殺人を始めたんですか。11年前のこの息子さんの事件がきっかけだったんじゃないですか。事件のこと話してください。サトシはずっと子供ができなかった私たち夫婦にようやく生まれた息子だったんです。大きくなったらサッカー選手になるんだって言ってました。優しい子で私はあの子の成長だけが生きがいでした。土砂降りの雨の日でした。私はサトシを迎えに学校に向かいました。一言謝ってほしかった。だから女の名前を教えてほしいって私は
警察に何度も頼んだんです。でも警察は何も教えてくれませんでした。サトシの命も夢も未来も断ち切られたのに、サトシを殺した女は罪を償うことなく幸せを手にしている。サトシは一人ぼっちで真っ暗闇の中にいるっていうのに、あの女はみんなに祝福され光に包まれて、そんなの理不尽です。そんなの許せるわけがない。あのひき逃げ事故さえなかったら、サトシが生きていてさえくれたら、水生昆虫です。魚やカエルなど何
と残酷さでは昆虫の中でも群を抜いています。タガメの恐ろしいのは他のメスが産んだ卵やその卵を守るオスまで平気で殺すことだ。餌がなくなれば共食いもする。自己中心的で他を犠牲にしてでも自分だけが生き延びる。何がおっしゃりたいんですか？私思うんですよね。ドクターはご主人ではない。ふさこさん、あなたじゃないかって。私は子供を愛する普通の母親です。夫に脅されて殺人を強要されただけです。ずっと引っかかってたんですよ。秩序型のシリアルキラーが警察を待ち伏せして襲いかかるなんて自殺行為をするから、何が何でも生き残ろうとするんじゃないかと。事件の日、あなたは私のプロファイルを見てご主人をドクターに仕立てることを思いついた。警察を待ち伏せして襲いかかるようご主人に言い、あなたが木戸さんを刺し、そしてあなた自身をも刺した。バカバカしい。そういえばさっき連絡がありました。木戸さんが意識を取り戻したそうです。落ち着いたら証言を取ります。誰が木戸さんを刺したのか。崩れちゃいましたか、あなたの完璧な演技と完璧な計画が。あなた、お人よしね。そうよ、私があなた方の言うドクターよ。傑作だったわ、あのプロファイル。都内在住の医療関係者で社交性に富んだ 40、50 代の男性、主人にぴったり。そっちがそう思い込んでるなら利用してやれってすぐに思ったわ。鏡だなんて嬉しいわ。最高の褒め言葉よね。人間だって昆虫と同じよ。弱肉強食、弱いものは強いものの餌食になって死ぬしかないのよ。見ず知らずの人間の車にあっさり乗るような女性たちは殺されたって文句は言えない。世の中甘く見すぎてるわ。あなたは何も知らない子供たちを利用して女性を安心させるような卑劣な手を使ってるだけじゃない。卑劣？頭がいいって言ってほしいわね。えらくないスモークねえ、あなたたち遺体がこれだけだって思ってる？あなたまりすのスマリスリースマリ。日本中掘り起こしてもっと探してきなさいよ。ザクザク出てくるわ。殺人はゲームじゃない。ゲームよ。退屈な人生に最高の刺激を与えてくれるゲーム。こんな興奮を与えてくれるゲームは他にないわね。
いなさすぎたわ。今度会う時までにお嬢ちゃんをもう少し教育しておいてちょうだい。近藤房子は4人の女性の殺人罪および既読への殺人未遂の罪で起訴されることになった。私からは以上ですが、何かありますか？SRO は本日付で解散だ。どういうことですか？当然だろう。逮捕状もないのに不法侵入捜査を行った上に威嚇発砲なしに犯人のうちの一人を射殺した。荷物片付けろ。尾形ハリアは当分自宅待機、10日以内に正式な移動先を通達する。柴原山根の処分は午後の会議にかけ追って通達する。以上。尾形とハリアに指示を出したのは私です。責任は自分にあります。処分するなら私だけを。うっしょ。俺たちはあんたに言われなくても乗り込んだ。そうですよ。それに犯人を射殺したのは俺の判断です。かわいい愛の精神とは美しいね。かばわれる資格なんて私にはありません。この部屋に盗聴器をつけたのは私です。久留美沢さんからの命令で SRO の行動を監視するために。 SRO は厄介者の集まりだ。問題を起こすことは目に見えていたからだ。 SRO は木戸さんを助けて連続殺人事件を未然に防いだんです。解散なんてもう決まったことだ。それに遅かれ早かれこうなる運命にあったことは君もよく知っていたはずだ。久留美沢さん、ちょっとだけ待ってもらえますか？処分を取り消してください。そうないと今すぐ新聞社に連絡してこのブラックノートを世間に公表します。あなたの首も吹っ飛ぶでしょうね。いいんですか？いいのかって聞いてんだよ。
切れる切れる、とにかく切れる。パイナップルを豪快にズバッと真っ二つ。硬いかぼちゃがパスパ切れる。魚もこれごとズバッと。この切れ味です。エーテルスステンレス包丁のご紹介です。今お使いの包丁、切れ味が鈍っていませんか？もう何年も買い替えていないというお客様、ご注目ですよ。柔らかいトマトをゆっくり切っても刃がスッと入る。しかもこんなに薄く切ることもできるんです。どちらが美味しそうか一目瞭然ですよね。熟練の職人が一本一本丹念に刃付けを施しているから、これだけの切れ味が生まれるんです。切りづらい食材の代表格、皮付きの鶏肉、ヘンケルスの包丁ならご覧の通り。アボカドはなんと種ごと真っ二つ。柔らかくて切りにくい食パンだって、ほらこの切れ味です。持ち手は流線形で手にフィット、長時間の使用でも疲れにくい。そして刃とハンドルが一体型の包丁なので、水や汚れがたまらず衛生的で長くお使いいただけます。高品質で衛生的、ヘンケルスステンレス包丁。今回は16センチと18センチの2つの包丁に加え、果物を切るのに便利なペティナイフ、そしてヘンケルス特製まな板もセットでお届け。単品合計価格12100円のところ、なんと3000円以上お値引きの8980円でご提供いたします。お申し込みは0120-228-229、0120-228-229まで。もうご注文の受付は始まっております。今すぐどうぞ。ファミリー劇場9月のおすすめ、観察医朝顔シリーズスペシャル一挙放送。内藤剛、小泉孝太郎主演の新作をシリーズ初放送。おいしい給食一挙放送記念、秋のグルメバトル特集。詳しくはファミリーで検索。ショップジャパン、ちょっと急いだだけでしんどくなる。階段の上り下りがつらい。とっさに足が出ずつまずいて思わぬ怪我。運動不足って死因の一つに入るんですよ。加齢によって筋量っていうのが年間 1% ずつ減っていくっていうようなことを言われてます。ドキッとしたそこのあなたに、あの TRF が100歳まで動ける体づくりをテーマに健康長寿プログラムを考案。筋力、スタミナ、柔軟性の改善が証明されたスペシャル DVD、 それがリバイバルダンス。母が病気になって、足腰があまり良くなくなって、で、最終的に寝たきりになったんですけど、ダンスの力で改善できることがあるんじゃないかと思って立ち上げました。開発にあたって日本認知症予防学会が監修、東京大学先端研理化学研究所と共同研究。運動機能向上を目的とした運動編 DVD と、認知機能改善を目的とした脳活性編 DVD、 さらにダンスに使われた名曲10曲を丸々収録したオリジナル CD の豪華3枚組。美空ひばり、山口百恵、西城秀樹、郷ひろみ、 TRF、 小林明、森まさこ、キャンディーズ、水前寺清子などの厳選の11曲。 TRF メンバーが自ら動きを教えてくれる充実のプログラム内容だから、初心者でもすぐに簡単に踊れます。音楽も合わせて楽しみますよ。どんな楽しいと思う？なんとその運動効果はウォーキングのおよそ 1.7 倍、さらに足の筋力がおよそ 20% も増加。ウォーキングだと前に進むだけなんで、使う筋肉が限られてくるんですよ。全身の筋肉を動かすという意味ではリバイバルダンスの方が圧倒的に多いですよね。この DVD を使えば短期記憶の刺激にもなりますし、モチベーションも高まると。リバイバルダンスというのはいいんじゃないかなと。リバイバルダンス体験者の満足度はなんと 96%。
力と足を上げる動作が軽やかになったという、転倒の手の字も思い浮かばないですね。音楽に合わせて動くって、あ、こんな楽しいことなんだ、楽しく体を動かしてほぐしてっていうのはすごいおすすめできると思います。それでは皆さん、DVD を見ながら僕らと一緒に楽しんで踊っていきましょう。リバイバルダンスはご覧の内容で、単品合計価格13,250円でのご提供です。ちょっと待ってください。今から放送終了30分以内にお電話いただいた方に限り、ご覧の特別セットがなんと Here we go! 3000円以上お値引き、3000円以上お値引きの9,900円でのご提供です。リバイバルダンスディスク3枚組と遠赤キザラクサポーターの特別セットが3000円以上お値引き、9900円で手に入るのは放送終了30分以内限定。お電話今すぐ。健康長寿プログラムリバイバルダンスはご覧の特別セットを放送終了30分以内限定で3000円以上お値引きの9900円でご提供いたします。このチャンスをお見逃しなく。お申し込みはフリーダイヤル 0120-11-4924、 今すぐお電話ください。金曜サスペンス劇場9月は、浅野ゆう子主演、夏木しずこサスペンス、特捜刑事遠山玲子、泉ピン子主演、警視庁心理捜査官アスカ、今野瓶サスペンス、疑念、警視庁強行犯係樋口明を放送。金曜サスペンス劇場は午前11時から。
You little brat! Oh no.
Hello. Definitely the best chef in the world! Yeah!
バダギギ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 ギOkay. Hoàng hôn buông xuống, biển và gió, mặt trời đang xuống dần ngoài khơi xa. Tiếng sóng biển rì rào, những ánh đèn le lói trên những con tàu ngoài khơi xa. Hàng dương xanh du dương theo sóng biển.Mọi thứ trở nên hoàn hảo nếu có em. Anh đang ngồi nơi mà chúng ta thường hay đến. Sóng biển đang xô mạnh vào đá, như muốn nói em đang nơi đâu, như muốn nói em đang nơi đâu. Gió biển muốn nói gì? Gió biển muốn nói rằng gió biển muốn nói gì? Gió biển muốn nói em đâu, em đâu, em nơi đâu? Hoàng hôn buông xuốngBiển và gió, mặt trời đang xuống dần ngoài khơi xa. Tiếng sóng biển rì rào, những ánh đèn le lói trên những con tàu ngoài khơi xa. Hàng dương xanh du dương theo sóng biển. Mọi thứ trở nên hoàn hảo nếu có em. Anh đang ngồi nơi đây, nơi mà chúng ta thường hay đến. Sóng biển đang xô mạnh vào đá.Như muốn nói em đang nơi đâu, như muốn nói em đang nơi đâu. Sóng biển đang xô mạnh vào đá, như muốn nói em đang nơi đâu.